この葉がくれ。今では大層な里になっているが、その根底には歴史の歪みが渦巻いている。特に内派に対する差別がそうだ。内派への差別だと。もともとこの葉隠は対立していた忍びの組織が一つになって出来上がった里なのだ。そしてその中に我が内派一族もあった。この葉創設当時こそ我らは他の一族と共に里の中心として実権を握っていたが、初代火影の座を奪い損ねてからは徐々に内派は主権から遠ざかっていった。内派のリーダーであった俺はそのことに絶望し、やがて里を離れた。俺が離れた後の内派はさらに力を失い続け、そしてついには里の厄介者として扱われるまでになった。所詮内派は必要とされてなかったのだ。差別されていたのだ。もちろんそれを良しと思わない者たちが出てくる。当然だ。彼らは内派の実権を取り戻すため、そして何より誇りを取り戻すためにある計画を企てた。計画？お前の父をリーダーとした木の葉の乗っ取り、いわゆるクーデターだ。内派一族がクーデターだと？それに父さんがリーダー？それに感づいた木の葉上層部は内派に一人のスパイを送り込んだ。それがお前の兄、内派たちだ。内派一族とこの葉隠れ、どちらを取ればいいのか、その合間に立っていたイタチの胸中は想像を絶する。最終的にはこの葉隠れを取ったがな。なぜだ？なぜイタチは内派を裏切る？第三次忍界大戦、この戦争の経験がイタチを里の安定と平和を第一と考える男に変えた。戦争というものはどれも地獄だからな。里の上層部はイタチのその心を利用し任務を与えた。その任務というのが、内派一族全員の抹殺だった。当時のイタチは悩み悩み悩み、いかんともしがたい苦悩の中にいた。普通に考えれば同胞に手をかけることなどできようはずもない。だが内派のクーデターを許せば里は崩壊し、そこをついて他里が攻め込んでくる。それこそ第四次忍界大戦の引き金になりかねない。内派一族の利己的な思想で無関係の人々が死ぬ。それだけはどうしても避けなくてはならなかった。だからイタチは選択したのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすことを。そしてあの夜へとつながっていく。任務だった。一族を滅ぼし汚名を背負ったまま抜け人になること、その全てが任務だった。
ちはその任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて、いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでさえも、ただ一人、たった一人、弟だけは殺せなかった。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ、里を抜けた。お前のことが何より心配だったのだ。そうだ、そうだ、そんなのは、そんなわけあるわけないじゃないか。事実だ。嘘だ！現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それにイタチにはお前を追い込まなければならない理由があった。まさか。あれは全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前を獣院から解放するため、そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたのだ。ウチハ一族の仇を討った英雄に。信じられるか、そんなこと。あいつはイタチは悪だ。一族を滅ぼし暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するためのな。一族を裏切り里を抜けたとしても、イタチの心は木の葉と、そして何よりお前と共にあった。嘘だ、嘘だ、そんなことがあってたまるか。嘘ではない、お前のことを何より。やめろ、そんなもの全て。なぜならお前は生きている。結局お前の目はイタチのことを何一つ見抜けていなかった。イタチは友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、父を殺し、母だが殺せなかった。弟だけは血の涙を流しながら感情を一切殺して、里のために同胞を殺しまくった男。どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味はお前にわかるか。あいつにとって里よりも重かったんだ。あいつは死ぬ間際まで、いや死んでもなおお前のために、お前に倒されることで内派一族の仇を討った木の葉の英雄に仕立て上げるために、その身は病に蝕まれ、近づく死期を感じながら薬で無理に延命してでも、お前と戦い、お前の前で死ななければならなかった。木の葉の平和のため、そして何より最愛の弟ウチハ・サスケ、お前犯罪者として裏切り者として死んでいくことを望んだ。名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、
それでもなおイタチは笑って死んでいった。弟のお前に内派の名を託し、お前をずっと騙し続けたまま。それが内派イタチの真実。お前の兄の生き様だ。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。許せ、サスケ。また今度だ。交換条件がおんぶしろとはな。まったく。ねえ兄さん、今度は絶対に修行に付き合ってよね。ああ、だが俺も任務を受ける身だし、なかなか時間が取れないかもしれないぞ。それでもいい。たまに一緒にいてくれればそれでいいよ。サスケ、お前は俺が。許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ。我々はこの葉を潰す。鷹が鳴いた。虚空にただ一度。悲しい声だった。虚しい声だった。そして怒りの声だった。滅びの一族を背負いし少年は今静かに狂人をかの地へ向けた。これより開けるは戦乱の幕。真実の復讐、過去への清算。生きし兄の無念を胸に、新たなる内派サスケの物語はここより始まる。